防衛省が、ついに、1敷地対艦誘導弾の延伸技術を、1年前倒しとの決定発表したとの情報をキャッチしました。今回は、この和製トマホークとも言われる1敷地対艦誘導弾改めを詳しく見ていきます。1敷地対艦ミサイルは、射程なんと200キロでした。それを、三菱重工が改良を重ね、ようやく、1500キロへと延伸技術を確立。ます。マジで、やばい三菱重工。日本の防衛力強化に必要な会社へと変貌を遂げましたね。2023年12月15日、現在の日本の岸田内閣の木原防衛大臣は、2026年度からの実戦配備が予定されていた1敷地対艦誘導弾等の能力向上型を1年間前倒しし、2025年度からの配備とする旨を記者会見で表明した。オリジナルの1敷地対艦誘導弾等は、その名称が示す通り、2012年より、陸上自衛隊の部隊において調達が行われている兵器で、その最大有効射程距離は、およそ 200km 弱と、決して長距離打撃兵器とは呼べない。この1敷地対艦誘導弾等は、装輪式の車両の後部に、ミサイルの本体の発射塔を搭載する形式の兵器であり、その使用は、地発型と呼称される陸上装備で、陸上から、敵の艦艇の接近を阻止する目的で配備が進められている。現状の1敷地対艦誘導弾等は、訓練用に、陸上自衛隊の富士共同団の徳化共同隊に配備されているほか、奄美大島の瀬戸内分田室地、熊本の県軍駐屯地、そして、沖縄の宮古中駐屯地、石垣駐屯地に配備されている。このように、オリジナルの1敷地対艦誘導弾等は、中国の軍事的圧力の増大に呼応して、九州の各地に実戦配備が行われている状況であるが、これは、ひとえに前述した射程距離の短さゆえに分散配置を強いられているゆえだと思われる。これに対し、改良型である1敷地対艦誘導弾等の能力向上型は、最大射程をまず 900km ほど、そして、最終的には、およそ 1500km ほどと大幅な延伸を行うことが予定されており、事実上は新型のミサイルと言っても過言ではない。さらに、1敷地対艦誘導弾等の能力向上型では、地上発射型の地発型にプラスして、航空機から運用する空発型、艦艇に搭載して運用する艦発型への発射母体の多層化が盛り込まれている点もポイントとなる。これによって、1敷地対艦誘導弾等の能力向上型は、陸海空の3自衛隊において、各々が運用する洋の長距離打撃力を有する追艦兵装となる見込みであり、将来の国産長距離ミサイルの代表格に位置づけられることとなるだろう。今回、1敷地対艦誘導弾等の能力向上型が、当初の予定よりも1年間早い前倒し配備が打ち出されると、例によって、日本国内の大手マスメディアの報道の一部で、さも日本が軍事大国化しようとしているかのような報道が踊った。これは、1敷地対艦誘導弾等の能力向上型が、現行のオリジナルに比して、飛躍的に、その有効射程を延伸することから、自衛隊の装備として許された自衛の範囲の兵器としての範疇を大きく逸脱し、敵基地攻撃能力として機能しかねないというお決まりの批判だ。昨今の各国のミサイル兵器の長射程化は、ここ近年でも、これまでの歴史上で類を見ないほどの速度で進行しており、従来の物差しで測ることが、いかに無意味であるのかを全く考慮していない典型例といえる批判だろう。今も、進行中のロシアによりウクライナ侵攻を俯瞰してみても、ウクライナ側の苦戦の大きな要因の一つとして、長距離打撃兵器の不足が挙げられることは自明の理であり、特定の人々には、その残酷な現実を直視する能力が欠けていると思わざるを得ない。1敷地対艦誘導弾等の能力向上型の配備の1年間の前倒しに先んじて、日本政府は、すでにアメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルについても、同様の措置を取ることを表明しており、その危機意識は伝わってくる。日本のトマホーク巡航ミサイルの調達に関しては、
残念ながら、すべてが当初予定していた最新型のブロック5ではなく、半数の200発は、全バージョンのブロック4となる模様だが、幸いにも、射程距離に関しては、大差のない 1600km ほどと見差されている。トマホーク巡航ミサイルは、アメリカの現レイセオン社が生産している兵器だが、西側諸国製のこの手の兵器としては、最も実戦で使用され、その有効性を示すとともに、1980年代の開発時から、幾度となく新型にバージョンアップされている。したがって、その兵器としての信頼性は、西側諸国製の巡航ミサイルの中でも群を抜いて高く、実戦での使用も、1991年の湾岸戦争、1999年のユーゴスラビア紛争、2003年のイラク戦争等で行われ、高い有効性を示し続けてきた。こうした状況を受けて、2004年頃には、日本の海上自衛隊においても、当時の中期防衛力整備計画、2022年に防衛力整備計画に改称で取得を目指す動きがあったと、今日では伝えられている状況である。それから9年が経過した2013年頃、日本側は、当時の中期防衛力整備計画の策定に照らして、仮想敵国の長距離打撃兵器、大陸間弾道弾等への対処を施行する中で、トマホーク巡航ミサイルを、その有効な戦力と再認識したと言える。そこで、日本側は、当時のアメリカ政府に、トマホーク巡航ミサイルの取得を政治的に打診したと言われているが、この時期のアメリカ政府は民主党のオバマ政権であったが、日本の情報セキュリティ体制の不備を懸念して却下したとも伝えられている。これは、今から見れば、わずか10年ほど前のことであるが、そうした当時の日本の情報セキュリティ体制の不備以外にも、当時のアメリカ政府は、政治的に、中国や韓国といった日本の近隣諸国からの反発が大きいことも考慮したと言われている。こうした逸話が 100% 事実であるか否かの検証は望むべくもないが、少なくとも、2013年前後のアジアにおける軍事的な状況は、アメリカをして、同盟国たる日本に、トマホーク巡航ミサイルの供与を躊躇させる時代だったと言ってよいだろう。そこから、10年で、中国軍の軍事力の強化は著しく進み、ことに、長距離打撃兵器としてのミサイル技術の進展と実戦配備は、予期されたペースを大きく上回る速度で進み、アメリカ側の考えも大きく変化したと考えられる。現在、日本が、1-2式地対艦誘導弾等の能力向上型や、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの取得を促進する政治的な件付けは、いわゆる安保関連の3文書と言われるものを、時の政権、内閣が承認することで実行に移す仕組みとなっている。いわゆる安保関連の3文書は、上位のも、から国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の順番で成り立っており、1-2式地対艦誘導弾等の能力向上型やトマホーク巡航ミサイルについては、最上位の国家安全保障戦略の取り組み事項に属する。国家安全保障戦略では、これら1-2式地対艦誘導弾等の能力向上型やトマホーク巡航ミサイル等の長距離打撃兵器を反撃能力としてのスタンドオフミサイルに位置づけており、今の時代に即した抑止力の保持に必要だと謳っている。この反撃能力という表現は、かつては敵基地攻撃能力と政治上では表現されてきた経緯があるため、大手のマスメディアで多数語られているように、戦力の不保持を憲法に明記してきた日本の国情とあり方に反するという批判が絶えない。そうした批判をかわす意味もあり、現在の日本の政権は、敵基地攻撃能力を反撃能力と言い換えることで、その推進を政治的に進めている感は拭えないが、今の時代、防御用の兵器のみで、国防に必要な要件を達成させることは困難である。そのため、万が一に、日本が、今後、他国からの武力行使にさらされないように、それを抑止するために長距離打撃兵器を保有しておくことが求められているわけなのだが、この理屈を国民の大多数に浸透させる試みは未だ不十分に思える。くしくも不幸にして発生してしまったロシア・ウクライナ戦争における教訓を挙げるとするならば、借り物の兵器で自衛戦争を戦うことはやはり困難であり、
できる限り国産兵器の供給力を高めておくことは必然だという点だろうか。幸いなことにウクライナと異なり、日本は島国に海洋国家であるため、敵国の軍が大規模な兵力を持って上陸してくる事態は地理的に困難だろうが、敵艦艇の接近拒否を図る兵器は数を揃えておくことは必須と言えるだろう。護衛艦加賀の第一段階改修工事完了で艦首資格へと魔改造し、2024年度の F-35B 戦闘機認証テストを残すところです。艦首が四角で、シウスの位置が問題になっていましたが、今の位置がかっこいいと感じますね。今回は、護衛艦加賀第一段階改修工事完了で、空母化2隻耐性空母って、どんな意味をするのか詳しく見ていきます。空母化で、海上自衛隊には、どんな新たな任務が追加されるのか、新田原基地には、2024年度 F-35B 戦闘機部隊が設立されます。近平は終焉。空母について、取材に基づいた具体的な話が新聞記事として出てきたようです。こういった流れがあると、情報開示が進むでしょう。いいことですね。納税者にも、わかりやすい、丁寧な説明をお願いしたいものです。政府の1978年、昭和53年の見解を紹介します。当時の国会答弁によると、対地対艦攻撃力のある航空機を主力として搭載している攻撃型空母は保有できないが、哨戒ヘリのような追潜水艦用の航空機を運用する機能も持ち合わせている対潜空母のようなものの保有は認められるというものでした。のようなものというところに苦しさとごまかしがありますね。バールのようなものなんて言葉を思い出してしまいます。2019年の説明では、出雲は多機能護衛艦ですが、ストブル機、垂直、短距離離着陸機、バーティカル、ショート、テイク、オフ、アンド、ランドイング、エアクラフトを運用できるように改修しても、多機能、多目的な護衛艦であると政府は述べています。つまり、どんな改修を施しても、空母ではないという政府見解なのでしょう。出雲は、インド太平洋の海域を、この夏3ヶ月半航行しました。同乗して分かった現状や、海洋進出を強める中国とせめぎ合う安全保障の最前線についての報告を紹介してみます。最近は、小学校高学年以上の学生用に、防衛白書の内容を解説した小冊子があるそうです。こういう副読本が登場したことに、時代の変遷を感じますね。この小冊子の中に出雲は空母という質問があるのです。回答は、空母には国際的な定義はありません。主に、航空機の運用機能に特化した艦艇のことです。出雲型護衛艦には航空機を運用する能力も備わっていますが、輸送や医療などの機能も備えた多機能な護衛艦で空母ではありませんと記述されています。出雲は空母ではないと断定していますね。要するに、公式には空母という言葉は使わないのです。と言っても、現実に出雲型の空母化作業は進んでいます。空母化は進んでいますが、実際の運用に関しては課題が山積しており、これを避けることはできません。まず、空母化した出雲型護衛艦と F-35B 戦闘機をどういう風に組み合わせて運用していくのか、海おのずと空自の構想がここに至っても決定していないというのです。すり合わせができていないということでしょうか。
次に、戦闘機の運用を誰が指揮するのかという部隊運用の根幹に関わる重要な問題にも結論は出ていません。つまり、責任のありかが決まっていないということですね。一番大事なことではないかと思うのですが、それがまだ決まっていないとは、唖然とします。日本人らしいとは言えますが、これでは困ります。国民が巻き込まれる可能性もあるんですから、最高責任者が不在というのはありえません。某万博のように、責任者が、私ではないと逃げ回って済む問題ではないのです。艦載機は、ずっと甲板に乗せっぱなしだと思っている方も多いのではないでしょうか。実は筆者もそうでした。しかし、出雲、片護衛艦は、戦闘機のその日の運用が終われば、格納庫にしまい、翌朝格納庫から出して甲板に上げることになっているそうです。びっくりしますね。時間も手間も人員もかかりますよね。万が一の場合は、乗せっぱなしでしょうが、毎日出したり引っ込めたりするんですね。F35B の管理者である空自は、出雲、型に乗せている間は、毎日格納庫に戻さないで、常時、甲板上に置きっぱなしでも構わないという意向と聞きますが、海上を航行する艦艇の甲板に駐機し続けた場合、腐食や塩害が心配ですよね。機体が傷んでしまう恐れがあるのです。傷んだら修理も考えなければなりませんし、逆に手間がかかることになるのでしょうか。さらに、スペースの問題もあります。F35B のために、前から搭載していた哨戒ヘリの数を減らしたり、搭載しなかった場合、創設以来海自が最重視してきた対潜水艦船への能力が下がってしまう危険性が想定されるのです。防衛省は、哨戒ヘリを乗せずに出雲、型が出航するなら、哨戒用ヘリと救難用ヘリを搭載した別の護衛艦も一緒に出航させる検討を進めているようです。出雲にお供が必要なんですね。これについて、海事内からは、ただでさえ任務が多くて、船のやりくりが難しい。出雲、型に、必ず随伴艦艇をつけて出航することになったら、艦の回しがさらにきつくなるのは分かりきっているという声が聞こえてきます。当然の不満でしょう。出雲、型一隻ではなく、他の一隻も使われるわけですから、二隻が海事としては使用できなくなるのです。現場を知らずに、機上だけで話を進められても困りますよね。空母化という言葉のイメージと、実際に行われる回収内容に落差がありすぎるという話が海事幹部から聞こえてきました。実際には、甲板に戦闘機が発着艦しながら、その傍らで、燃料や弾薬を補給することになる。時には部分的に解体して修理することもあるだろう。そのための、設備や工具、整備員もいるはず。そうした設備や担当人員を収容するだけのスペースや部屋も作らなければならない。今の回収内容では、こういうレベルには全然足りないということです。そもそも論ですが、出雲級の開発コンセプトは、守る船から守られる船へということだったそうです。そんな艦艇を護衛艦駆逐艦と主張するのは無理がありますよね。護衛する艦ではなく護衛される艦になるということは、立場が逆になるわけです。逆なのに、こうした論理が通るなら、補給艦を護衛艦と呼んだり、護衛艦を補給艦と呼んだりしても問題ないということになります。のようなものに続く言葉遊びですかね。試験ですが、出雲、型は反空母になるのではないかと思うのです。保有している艦載機をすべて搭載するのではなく、平時は4機から8機程度を乗せて、必要な時に地上基地から増派してもらうというやり方です。もしくは、艦艇上での整備は限定的なものに止め、主要任務は燃料や弾薬の補給にするということも考えられますね。つまり、完全な空母ではなく、空母の機能をある程度持った艦艇として使用するのではないかと考えられるのです。使用方法に柔軟性がある艦艇と言えるかもしれませんが、別の見方をすれば、どっちつかずの艦艇とも言えるのではないかとも感じます。揚げ足取りのような感想ですね。
補給用の中継基地として反空母を使用するという戦術も考えられるでしょう。陸上基地から出撃して、反空母に着艦して、燃料や弾薬を補充、再出撃するという手順がいけば、陸上基地から戦線への往復に比べると、パイロットの疲労は少ないだろうし、時間も節約できるはずですね。精神的にも、一直線に、前線や戦地に赴くより、一呼吸を置けるわけですから、少しは楽になるのではないかと考えます。また、エアカバーを陸上機に任せ、V トル機、バーティカル、テイク、オフ、アンド、ランドイング、エアクラフト、垂直離着陸機少数を対地支援に回して、攻撃ヘリのように反空母から繰り返し出撃させるという使い方も考えられます。ちなみに、エアカバーとは、陸軍または海軍活動の間、敵機からの攻撃の予防をする軍用機の使用を意味するそうです。自軍の防御のことでしょうか。V トル機は滑走しないで垂直に離着陸できる航空機ですから、スペースに余裕のない艦艇では重宝される機体です。様々な兵装海空時の空中給油機や、電子戦機、早期警戒機、無人機などの装備体系が増え、空母の運用戦術も変わってくるでしょう。条件の異なる他国の真似をする必要はありませんよね。日本の国土に合ったやり方を考えてほしいと思うものです。日本が誇る海上自衛隊の潜水艦が、わずかな時間で全滅しかねない可能性があるそうです。今日は、その最悪のシナリオについて見ていきたいと思います。海上自衛隊潜水艦が22隻体制整う中、世界最強静粛性で日本海域を防衛しているが、近年、中国の膨大な軍事拡大で、極東の緊張状態が、一気にレッドラインに引き上がったような。海上自衛隊では、2017年、平成29年、現在、他国の止まらない軍拡、隣国のアサコとかや海洋進出に対処するために、潜水艦隊の増強を進めています。しかし、増強しているというのに、潜水艦隊は、戦わずして総崩れになりかねないという致命的弱点をそのまま放置しているという、大きな矛盾を抱えているというのです。もともと、海上自衛隊の潜水艦保有数には制限がありました。16隻プラス2隻の練習潜水艦ということだったのです。しかし、政府は2010年、平成22年、これを22隻プラス2隻の練習潜水艦にまで拡張することを決定しました。これは、尖閣諸島で中国艦船が日本の巡視船に衝突した事件があった時期ですね。日本で潜水艦を建造できる企業は、川崎重工と三菱重工の2社のみで、どちらの造船所も神戸にあります。防衛装備庁は、それぞれに定期的に仕事を発注し、技術やノウハウを継承させるため、1年に1隻というペースで、交互に随意契約を行っているのです。つまり、海上自衛隊には、1年に1隻、必ず、新しい潜水艦が就役することになります。同時に、1年に1隻ずつ退役することで、プラマイゼロになり、定数を維持し続けているのです。したがって、これまでは、慣例16年で一線を退いていたのですが、これは、世界的に見ても珍しいほど短命ということでした。本来は、まだまだ現役で使えるのに、
定数に合わせて退役させなければならないという、もったいない使い方だったのです。SDGs は一体どうなってるんだと言いたいところですね。今後は、現役期間を22年に延長して、定数22隻で行く予定になっているそうです。さて、潜水艦は発見することが極めて困難なので、水上を航行する船舶に、ほぼ一方的に攻撃できる兵器です。逆に言えば、お互い様ということで、比嘉にとって、脅威度が高い兵器と言えましょう。ですから、定数が増加すること自体は、抑止力が大きく強化されることが期待できるとも思われます。ところが、冒頭に記したように、万一の有事の際、敵がその気になれば、虎のことも言える海上自衛隊の潜水艦隊を5分もしないで、ほぼ総崩れへ追い込むことができるという嫌な可能性があるのです。2017年1月現在、海上自衛隊には、親潮型潜水艦10隻、より新しい双竜型潜水艦7隻を実戦配備され、練習潜水艦2隻も保有しています。これらの潜水艦は、潜水艦隊司令部のある横須賀基地、神奈川県もしくは5基地、広島県のいずれかを母港としています。どちらの基地も公園に面した岸壁や桟橋に、無防備な状態で停泊させているのです。外から、丸見えの場所で、魚雷装填作業なども行っているのです。ご基地などは、保証が一人もいないので、一般人ですら、その気になれば、柵を破壊して突入し、潜水艦に近づくことも不可能ではない状態なのです。ミリタリーマニアが、潜水艦の写真を撮って、SNS にアップしたこともあったようです。国民に開かれているということは、誰でも、他国の人間でも簡単に接近できるということに他なりません。万が一、敵国の特殊部隊が民間のバスなどで接近し、一気に突入した場合、これを阻止することはできないと思われます。基地内部に侵入しなくても、横須賀基地だったら、隣のベルニー公園か、大型商業施設の屋上から対戦車ミサイルを撃ち込めば、間違いなく5分もせずに、停泊中の潜水艦すべてが破壊されてしまうでしょう。また、数日間足止めすればいいのなら、もっと簡単に、自爆型ドローンを使うだけで潜水艦を損傷させることも可能なのです。もし、日本に本格的な侵略があった場合、敵国の輸送船や艦艇を阻止できる潜水艦は、専守防衛の主力になることが期待されます。と言っても、広大な四方の領海をカバーするには、おのずと限界がありますから、奇襲攻撃によって潜水艦隊が反壊してしまえば、それすら困難になってしまうのです。とある現役警察官の話を紹介します。前述のような奇襲攻撃の恐ろしいわけは、実行側には、ほとんどリスクがないことと、次のように解説してくれました。はっきりとした破壊活動なら、正当防衛として、自衛隊員が、武器を使って反撃することはできる。しかし、反撃する前に破壊活動が終わるのが実態だろう。その後で投降され、私たちは国の兵士だと名乗られたら、交戦する法的根拠はなくなるのです。彼らが本当に兵士かどうか判明できないので、自衛隊か警察が、殺人、殺人未遂、銃刀法、建造物侵入などの容疑で一旦逮捕すると思われる。最大23日の勾留延長の間に、間違いなく、兵士という裏付けが取れたら、自衛隊が管理する捕虜収容所に引き渡すことになるのではないか。警察は、国際法の戦闘員の要件を満たさない捕虜の資格がない犯罪者として起訴しようとするかもしれないが、彼らが捕虜として祖国へ返されるかどうかは、時の政権の意向に左右されるところが大きい。実際、小泉政権や野田政権の時代、尖閣諸島に上陸した中国人活動家が逮捕されたが、起訴されることなく強制送還されたという事実がある。と詳しく語ってくれました。そういえば、2010年、平成22年、巡視船にぶつかってきた中国漁船の艦長や乗組員を逮捕はしたけど、何事もなかったかのように中国へ送り返しましたね。その人間が、再び、日本の領海に侵入したりしてなければいいんですが、小泉政権時代には、北朝鮮の要人と思われる男性が、
日本の税関で逮捕されましたが、何事もなく送還されたということを思い出した方もいらっしゃるのでは？もちろん、他国が実際にこのような強硬手段を取るかどうかはわかりません。ただし、歴史を見れば、相手が強硬手段に出るわけがないと侮った結果、戦争を引き起こした例は数多くあるのです。ここ数十年に限って振り返っても、イラク戦争、湾岸戦争、フォークランド戦争、第四次中東戦争もそうですし、身のところ、太平洋戦争もその一つと考えられています。1941年、昭和16、当時のルーズベルト大統領は、日本の奇襲攻撃の可能性について報告を受けていましたが、日本を小国と侮り、結果として、真珠湾攻撃で、太平洋艦隊の主力を失いました。敗戦から80年近いのに、12月8日には、未だに、騙し討ち地とか、リメンバーパールハーバーなどと言われ、アメリカでは追悼行事が行われています。それを見る日本人の多くが、もやもやとした気分になるのは、このせいではないかと感じるんですね。ルーズベルトは、日本の攻撃を知りながら無視して、卑怯者の烙印を押し付けたのではないかと推理する向きも多いですよね。ルーズベルトだったら、原爆を落とさなかったのではないかという意見もあるようですが、いざとなったら、自国民の命を最優先にするのが、国の指導者の取るべき態度ではないでしょうか。もちろん、原爆投下は、絶対許せない蛮行ですけれど、そのパールハーバーに、呉や横須賀がならないという保証は、どこにもありません。前述の通り、至って攻撃しやすい状況なのですから、容易に可能な状態で何十年も放置され続けているのです。試験ですが、むしろ、原発の方が危険なのではないかと感じるのですが、ウクライナのザポリージャの状態を見ても、原発の恐ろしさは、東日本大震災で痛感した以上の脅威ではないでしょうか？北野工作員が原発に爆薬を仕掛けるという小説があると聞きました。戦争で国民が死ぬか、放射能で死ぬか、どちらにしても国民の命を考えて政策を施行してほしいものですね。防衛装備庁がついにストブル・ヨーバージ計画を始動したとの情報をキャッチしました。今回は、このストブル・ヨーバージ計画、橋家を詳しく見ていきます。新戦術と新たな基地化が望める、この橋家計画。出雲・潟子栄冠の改修に関する技術が必要です。このプロジェクトは、海事の出雲・加賀を空母化改修し、F-35B を運用する計画の一環で、当初防衛における補助として検討されています。その運用方法や効果については、まだ不明な点が多いですよね。2023年5月、防衛装備庁は、ストブル・ヨーバージ・橋家の整備に関する調査研究についての募集要項を公示しました。その後10月に、この業務について、造船会社のジャパンマリンユナイテッドと契約を交わしたと公表しました。この業務は、航空自衛隊が導入を予定しているストブル短距離離陸垂直着陸機である F-35B 戦闘機が使用するためのバージ、橋家を研究するものです。防衛装備庁は、この業務に関しては、海事の出雲・潟子栄冠の特別改修に関する知識、技術が必要不可欠という前提条件を示していました。ところが、
この条件に合う必要な知識や技術を持つ企業はジャパンマリンユナイテッド1社だけでした。そして応募者も同社だけだったので、当然の重幸として選定したということです。だったらわざわざ募集する必要があったんでしょうかと思ってしまいますよね。この会社しかないのは分かっていたはずですよね。なのにあえて募集するというのはちょっと邪推してしまいます。防衛省は現在海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦出雲、加賀の2隻を F-35B 戦闘機を運用するために空母化改修工事を進めています。この F-35B は滑走路が短い離島の空港やヘリポートなどでも使用可能です。現時点ではバージとストブル機をどういう形で組み合わせて運用するのかは不明です。F-35B は画期的な新戦闘機ですから、最大限有効活用するため進めている調査研究は、今後どのように進捗していくか、その動向が注目されているのです。ここで、F-35B について詳しく知っている人たちの意見を見てみましょう。出雲や加賀が、運用と言えるほどのスペックを持っているかどうかは不明。せいぜい、給油とミサイルの搭載、軽整備ができるくらいのレベルじゃないのか。空母っていうより、離れ着艦可能艦っていう名前の方が実態に合ってると思うよ。大体国外で使用することは想定してないから、それで十分でしょ。となると、はしけたすアルファで運用するのも悪くないよね。当初防衛の補助が主要任務になるんだろうし、前もって、はしけを重要箇所に置いておくのは合理的かも。海自は出雲、片や日向が、片を統合運用に差し出すつもりはないだろう。自分たちの主力である護衛隊群はしっかり手元にキープしつつ、統合運用向けには掃海隊群を療養船部隊に指定して、これで人気は切ったという認識なんだろうね。 F-35B 戦闘機やヘリは自前で運用してくれと通告したらしいぞ。海事側は機動運用艦隊になる護衛隊群を狭い海域の島嶼防衛に貼り付けるのは愚策と思ってる嫌いが感じられた。要するに乗り気じゃなかったんだよ。F-35B に期待している役割もそれぞれ違う。空自は本土防空だし、海自は艦隊防空だから、見事に同床異夢ってこと。将来的に、海自は自前の戦闘機所有に動くだろうよ。見てる景色が違うんだから、運用法でまとまるはずないよね。島嶼防衛の時に、臨時の発着拠点や中継ポイントとして使うのかも。F-35B の弱点は航続距離だから、その短さを補うためとしても、出雲や加賀を敵の矢面に立たせるわけにはいかないから、はしけたす機動舟艇のセットに燃料や整備品を乗せて、連携での運用を考えてるのかもよ。本州から 1800km も離れている南鳥島、沖縄本島から、さらに 400km 離れている南大東島のような離れ島に、F-35B が使用できるように基地を作ることは費用対効果を考えると現実的じゃない。材料の運搬費用に人件費をかける余裕は今の日本にはない。だけど、ご覧のように中国が軍備を背景にずんずん海洋進出しているから、手をこま抜いて何もしないわけにはいかないので、仕方なく折衷案に落ち着いたようなところでしょうね。出雲、加賀は、この2隻しかないから、ずっと中国艦隊に張り付いていたら、他の任務に対応できなくて、支障が出てくることもあり得るよね。そういったことになった場合の緊急避難みたいな使い方をするんじゃないかな。F-35B 戦闘機なら、小さいフロートでも行けるよね。先島諸島や東シナ海に複数浮かべておいたら、意外と大きな戦力になるんじゃないかな。問題は、那覇、嘉手納基地のように、ミサイルの集中攻撃を受けるって想定されることだ。護衛用のフロートも作らなきゃならないんじゃないか。レーダーだけじゃなく、中 SAM 改め、ブースターもつけて、長射程版飛ぶ機を森盛りで守るのかな。いっそ、イージスアショアもフロートに乗っけたらいいんじゃないか。前首相の地元のように、地盤の心配をする必要もなくなるし、F-35B を、DDH ヘリコプター搭載護衛艦に配備するのは、
基本的には艦隊防空のため。わかりやすく言えば、太平洋戦争時の冷戦の役目を期待しているってこと。確かに海自が求めてるのはそういう役割だろうけど、航空自衛隊の F-35 は海上自衛隊の駒じゃないので、従わないだろう。空自の役割は一貫して本土防空。演習しても、艦隊防空の確約はないから、適宜柔軟に対応するだけに止まっている状態。これのおかげで、逆説的に、海自がじまいの戦闘機を欲しがる動機になってしまったってこと。艦隊防空と本土防空のどちらを選択するかとなった時に、どっちを優先するかという極論でしょう。F-35B の運用艦は出雲、加賀の2隻しかない。だから、揚陸作戦に出雲、型を回す余裕は全然ない。海自は、自前で F-35B を運用できる体制を作ってくれということか。出雲、型はもともと機動運用だったから、海自は当初防衛という狭い海域での統合運用には差し出したくなかった。これは予想通りだろう。F-35B は、海おのずと空自では、求める役割が全く異なる。つまり、運用が、歪なものになるんじゃないか。第二次世界大戦の時のドイツ空軍と海軍の関係が一番当てはまるかな。大型輸送艦が不足しているので、民間 ROROO 船が、陸自輸送の主力になるだろう。浮き橋や橋家で、沖合の ROROO 船から離島を結ぶことも視野に入れているから、橋家もその一環になる。要するに出雲、型が回されないのなら、ヘリの運用も橋家でしなければならないわけだ。当初奪還用のストブル発着艦バージで、オスプレイを主体として F-35B の緊急使用も想定したものではないのかな。加賀や出雲が艦載機を持つわけがないでしょ。動く橋家で有事の海の止まり木になるのかな。アメリカの空母ですらドローン空中給油機を飛ばすくらい空母キラーがある時代だから、メガフロートみたいなのも良い選択肢では。戦術輸送機ハーキュリーズを飛ばせるくらいの電磁カタパルトを搭載したバージョンもあるのかも。攻撃拠点として使うかもしれないし、 F-35B だけのためというわけじゃないと思う。ちなみに、ROROO 船とは、貨物を積んだトラックやトレーラーがそのまま乗り込んで輸送できる船舶のことです。海自の艦艇と民間船を併用するという考えのようですが、民間人を戦闘に巻き込んだ場合の保障はどうするのでしょうね。艦艇の数が足りないなら、民間船を使えばいいじゃないとフランスの某王妃みたいな考えではないと信じたいですが、橋家の利用についても高評価が多いと感じますが、それこそ、相手国が、民間の漁船などをフル活用して、橋家を破壊するということも想定できますよね。橋家自体は、普通の浮き橋のようなもので、防衛能力はないでしょうし。素人の見方ですが、海上にプカプカ浮いてるものを、潜水艦などで海中から破壊するということもあるのではないかと思うのですが、どうなのでしょう？簡単に破壊されてしまいそうな橋家に、大切な F-35B 戦闘機を一時的であっても、任せていいのかなとも不安になるのですが、専門家がしっかりと考えてくれるのでしょうね。